こんにちは、てっちゃんねるの富田哲でございます。今日は、ちょっとね話すことが多いんですけど、いくつかね項目がありまして、どれからいこうかな。まず一つ目は僕のヒゲが生えましたという報告ですね。どうでもいいと思うんですけど、2週間10日間ぐらいかな、ちょっと放置してみたらこんな感じになりました。今日剃りますっていうのが一つと、二つ目はだな、よいしょ、こちら、SAJ デモになりましたので、このジャパンのウェアが届きましたということで、ワッペンが何個か貼ってあって、このね、スノージャパンとかね、こういう感じ。で、デサントのウェアに、背中、でっかくジャポンって感じ。で、ほぼほぼ全身赤です。下半身も、ちょっとだけね黒く裾のとこ入ってるけど、基本的には全部赤で、ナショデモの人たちがちょっとこの辺黒かったかなーっていう感じで、まあ大体赤なんですけど、ナショデモの人の方がちょっと赤多いイメージでございますっていうのが2つ目で、3つ目は明日のスキーの夕べでイベントがバンケースキー場であるんですけど、そちらでですね、僕が雑草、それからてっちゃんねるの商品を、まあ屋台みたいな感じでちょっと売ってます、っていうようなね、感じになってるので、てっちゃんねるステッカーもですね、その時持っていくんで、まあ数ちょっとねあんま多くはないんですけど、早い者勝ち順でステッカーくださいって言った方には、プレゼントするというような感じにしてますので、できるだけ欲しい方は早く来てください。だいたい12時ぐらいからいるのかな、っていうような感じになってますので、よろしくお願いいたします。それと、今のね、屋台の話ですけど、雑草とか、てっちゃんねるのグッズね、同じところで販売してますんで、買うこともできます。というような感じ。それから、最後、4点目なんですけど、ワンストロークという名前でですね、レッスン授業を始めさせていただきました。インスタと、フェイスブック、ツイッターとかにはもうね、出してるんですけど、ナイターをだいたいベースにして、オーンズスキー場でレッスン活動をしていくんですけど、月金ぐらいな感じですかね。たまに火曜日もやったりしますけど、だいたい月曜日は2級前後のレベルの方、1級受験したいなとか、2級持ってますよとか、それ以下、3級持ってますだとか、スキー始めてやってるんですけど、もうちょっと上手くなりたいですとか、そういった方々が、月曜日。で、金曜日は1級以上ですね。1級はもう持ってますよ。テクニカル持ってますよ。クラウン持ってますよ。とか、大会目指して練習してますっていうね、学生さんとかね。若干料金もですね、小中高校生までは、ちょっと安く、設定してますんで、機会ありましたら、ぜひレッスン入っていただけるといいかなと思います。1日2時間夜ナイターオーンズで7時から
9時、夜ですね。19時から21時っていうのは基本的な、ベースでやっていこうかなと思っております。まあそれ以外の、まあちょっとここに来てレッスンしてほしいとか、日中ね、この日ちょっとレッスンしてくれないかとか、まあそういったご要望なりありましたら、まあ相談させていただきますので連絡ください。ホームページがですね、検索してもちょっとまだ出てこないんですけど、僕のインスタグラムとかね、フェイスブックとかそっちの方に貼ってあるんで、そっから行ってもらえるといいかなと思います。この動画の概要欄にも貼っておきます。はい。そんなところかな。まあもうそろそろね、雪降ると、まあ、降るっつって全然降ってないんですけど、まあそろそろ降ると思うので、もうね、体鍛えるとかね、そういうタイミングじゃないですけどね。もう遅いです。今からやるっていうか、今までね、ずっとやってきて、継続してね、冬の間もやっていくけど、今から始めるのはちょっと遅いかなと思うんですけど、道具の準備とかはね、これからやってもね、まだまだ間に合うし、やった方がいいと思うので、ワックス塗ったり、ね、エッジ研いだり、ちょっとサビ落としたりとかね、そんなことをしながら、ブーツ、痛いとこ直したりとかして、シーズンインに備えたらいいんではないでしょうか。ということで、それでは、お疲れ様でした。